中西です。なんかパッとしない空模様ですね、この東京兜町は。まあ、相場もですね、まあ、そんな感じパッとしないと。昨日大きく下げたリバウンド相場、ニューヨークはですね、勢いよく戻していましたけれども、東京株式市場の戻りはまあ鈍いと。まあ、保護主義でアメリカの貿易赤字の削減に取り組む、まあ、強気のアメリカと、その被害を受けるまあ日本、そんな感じがしないわけもありません。今晩アメリカは鉄アルミニウムに対する、まあ、輸入制限処置ですね、まあ、追加関税、これをですね、5月末まで、まあ、発行を見送っていたヨーロッパ、欧州連合ですね、あるいはカナダ、メキシコと、これを6月1日から延期せずに発動するかどうか、本日、まあ、アメリカで発表されると、まあ、仮に欧州に課税ということになりますと、欧州連合 EU はですね、報復関税的な動きをまあ既にまあ示唆しておりますので、米欧貿易戦争と、米中にまあ並びまして、米欧の貿易戦争もと、米中に関しましては、5月19日の米中まあ貿易のですね、まあ、改善について合意があったものの、29日にトランプ政権はその合意を覆しまして、中国の輸入品に対してですね、25% の関税を付加するという結論を出したということでございまして、まあ、アメリカのニューヨークダウがよく上がるのはまあ理解できますけれども、日本あるいは欧州の株式市場にとりましては、苦手な内容が今晩、トランプ政権から、まあ、要するに発表される可能性もあると。このところ、日本銀行がまあ昨日まで6営業日連続してですね、約730億円のインデックス ETF を購入して株価の下げをかろうじて下支えしていると、まあ、日銀様様という感じでございます。まあ、本日も日銀は ETF を多分まあ買い出動するでありましょう。問題は月替わりのまあ6月来週ということになるわけです。まあ、その意味ではウェイズ&シーセールインメイアンゴーアウェイと、まあ、5月に株を売れると、その相場格言通りの動きになるかもしれません。という意味では、今日の東証一部の値上がりランキングトップの岡東ホールディングではございませんけれども、内需関連の小型材料株、まあ当インタビュー新聞で小型の、いや、まあ、有用銘柄の記事も散見しております。まあ、そんなところに注目したいと思います。